ちゃんとつけてきたし、パンツもガードルも入ってきた。入ります？はい、どうぞ。こんばんは、松坂慶子です。今日は慶子のお盆なので、今日は慶子のモノマネを一つやりたいと思います。アイドル時代の武田久美子が映画「ハイティンブギ」の桃子役で言うセリフ、そのテカテカ頭をやめたら付き合ってあげてもいいわ。ありがとうございます。カラーセラピスト界の氏家典子が、カラーセラピスト界の講師の私氏家典子が日常の中にある色をもっと身近に楽しんで、親父ギャグをちょいちょい挟みながら、私自身の話なんぞも交えながら、今みたいなちょっと寒いことをやりながら、面白楽しく体験しながらご視聴いただける番組です。ということで、カラーセラピスト界の松坂慶子こと氏家典子のおやじギャグでブレイクタイム。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。あれあれあれ。なんかね、ちょっとね、ちょっと今日はね、段取りチキンを間違えました。段取りチキン、あ、段取りチキンね。段取りチキンはね、ちゃんと段取りよく作んないとね。っていうね、だから段取りチキンって言うんだよ。はい。はい、ということで、じゃあちょっともうだだ滑りしたっていうことなんですけど、ちょっとね「親父ギャグでブレイクタイム」そうそうって書いてる割にはあんまりちょっと親父ギャグ言ってないなっていう。で、前々回がちょっと初めて一人で配信したんですけど、もうね、なんかちょっと舞い上がったまま終わっちゃったっていうのがありましてですね、本当に親父ギャグが出なかったっていうね一体このタイトルは何なんだろうっていう感じでね、キャンディーさんに「親父ギャグは?」ってコメントを入れられたっていうねそういうことがありましたので、ちょっとね親父ギャグの今日の親父ギャグコーナーちょっと作りましたね。で、今ちょうど暑いですからね、暑いってことでちょっと作りましたので、ぜひ使ってほしいなと思います。まあね、最近暑いですね、今日も暑いねって、今日も猛暑日だねって言うじゃないですか今ね。したらね、今日も猛暑日だねって言ったら、アメリカの人気ロックグループか、今日もボンジョビって。なんか今日もボンジョビって聞こえない？今日もボンジョビか。今日も猛暑日っていうね。はい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 。ということで一緒にね、どうかな、寒くなったかな、いいか、おへそ出さないでね、ちゃんとパンツにインしてね、ねんねしようね。はい。ということで、じゃあ次行きたいと思います。じゃあ今日のね、そうだ、今日のねラインナップなんですけどね。まあ今日の親父ギャグ、今日の本日の親父ギャグ、もう1個終わりました。あとで3つもあります。まだねちょっとお付き合いくださいね。まだ今日ね16時55分まで私もこれ持ち時間ありますからね。どんどん寒くなっていってほしいなと思います。私の親父ギャグはエコですからね。地球に優しく、心に優しく、はい。ということでね、じゃあ2つ目は今日のあなたの色カロリー診断、ここに真面目にあります。私ね、ほら親父ギャグカラーセラピスト、そうなんです。本業はカラーセラピストなんです、ね。まあ、自称一人劇団女優って言ってますけどね、うん、いつでもドラマのオファーもあってますけどね。でもね、本業はカラーセラピストなんです。なので、真面目にちょっと私の本当の姿をちょっと皆さんにね、ご披露したいなと思うことで、今日のあなたの色カロリー診断ということでやりたいと思います。ね、5つの質問に答えていただくと、今日のあなたのね、ほにゃららな、あ、違う、ほにゃららな、ちょめちょめな色が何%あるか、何キロカロリーあるかっていうのが分かりますからね。これちょっとこれからやっていただきます。それから時間があればですけども、まだ仮タイトルです。まだ仮タイトルなんですが、氏家典子取扱説明のコーナーっていうのがあります。それもね、意外とね、氏家さんって松坂慶子さんとどっちなんですかっていう話もあります。今日で今これ始まる前にね、今青木スーパープロデューサーとね、マキちゃんとちょっと今ちょっと面白いね、ちょっと青木さんの話面白かったんですけど、まあちょっとそんなね、まあ松坂慶子がいいのか、松坂や慶子がいいのかとかね、なんかまあちょっとあんまりそういうプライベートのことわかんないじゃないですか。そういう話もねちょっとしたいなと思っています。で、今日の一応まあテーマはね、まあ妄想っていうことなんですけども、ちょっと最初の今始まる前のちょっと話がちょっと面白かったので、ちょっとその話もちょっとしようかななんて思ってますけどね。ということで最後に親父ギャグじゃないや、八重洲テレビ見たよもう頭の中常に親父ギャグっていう単語があるので、あるので、そう親なんかね、今言おうとしたでしょ。私ね、とあるねセミナーに行って自己紹介したんですよ。そしたらね、自己紹介終わってからまあその感想を言い合いましょうっていうのがあってね。宇治江さんはなんか親父ギャグっていうキーワードを何回も言ってましたってそんなすごい主張したいんだなと思ってね、客観的に、すごい言ってたそうです。ということで「焼津テレビ見たよ」って言ってくださったあなたにですね、そう最後まで16時55分までお付き合いいただきましたあなたに典子から素敵なプレゼントがありますのでお付き合いくださいませませ、よろしくお願いしますね。はい、ということで突然声が変わります。ということで、じゃあ早速いきたいと思います。じゃじゃん、今日のあなたの色カロリー診断。パホ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれからね、はいかいいえで、はいかいいえで答えてくださいね。はいかいいえで直感で答えてください。いきます。あ、5つ。これから5つ質問しますので、はいかいいえで答えてください。で、はいの数を何個あったか覚えておいてくださいね。だから質問を受けながら、はいがあったらこうやって指を折ってってくださいね。指を折るんですよ。いいですか？指を。はい。あ、足の指折れる人だったら足の指でもいいですけどね。はい、いいですか？いきますよ。じゃじゃん。質問1。集団で行動するより一人で行動する方が好き。集団で行動するより足の骨を折ってくれてありがとうございます。一人で行動する方が好きっていう人はね、はいに丸ですよ。はい、どうですか？いいですかね。次、じゃじゃん。質問2。理屈や理論で説明するのは苦手だ。理屈や理論で説明するのは苦手だっていう方は、はい、またはいね、はいかいいえで、はいの数を覚えてくださいね。じゃじゃん。はい、質問3。友達の数は多くないけど気の合う人が数人いればいいと思っている。友達の数は多くないけども気の合う人がまあ少しでもいればいいと思っているっていう方は丸ね、はいです。はい、いいですか？足の指折りましたか？はい、じゃじゃん。質問4。じゃじゃん。周りの人から変わってるねと言われると嬉しい。周りの人から変わってるねと言われると嬉しい。はい、大丈夫ですかね。はい、質問5。じゃじゃん。みんなと同じことはしたくない。みんなと同じことはしたくない。みんなやってることはしたくないってことですね。はい、いかがでしたか？はいは何個ありましたか？大丈夫かな？良い子のみんなはついてくれたかな？今途中から見た人もいるかな？もう一回いきますかね。もう一回確認しますね。はい、一応ね、今慌てて今ちょっとフェイスブックチャンネル見て急に3番から出たよって人がたまにいるからね。もう一回いきます。質問1。集団で行動するより一人で行動する方が好き。はいかいいえで答えてください。はいの数を覚えておいてくださいね。はい、じゃあ質問2。じゃじゃん。理屈や理論で説明するのは苦手だ。理屈や理論で説明するのは苦手だ。はいかいいえで答えてください。じゃじゃん。質問3。友達の数は多くないけど気の合う人が数人いればいいと思っている。友達の数は多くないけど気の合う人が数人いればいいと思っている。じゃじゃん。4番。周りの人から変わってるねと言われると嬉しい。周りの人から変わってるねと言われると嬉しい。じゃじゃん。質問5。みんなと同じことはしたくない。みんなと同じことはしたくない。はい、青木さんがすごい今私吸い込まれそうなぐらいラグビーですね今そっちにスーッとこう持ってかれるでしょうねいいですか？じゃあはいの数何かありますでしょうか？はい、いきますよ。あ、危ない危ない、間違った。じゃあ今何を診断してるかっていうと「でん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 」じゃじゃん。はい、今日のあなたの紫色カロリー診断でした。はい、紫色のパープルね、紫色のカロリーがどのぐらいあるかっていうのを診断しました。はい、じゃあね、はいの数が全部5個あった方、はいの数が5個あった方は完全紫色カロリー 100% です。金面は 1000%、 あ 1000% じゃないね、はい、3から4個あった人ははい、ありがとうございます。でもね、見えないね見えてないね。見えないね。ヒデミンが4個だって。うん？誰？ヒデミン。ヒデミン？お、ヒデミンありがとう。あ、ヒデミンありがとうございます。あ、4個ね。お、ヒデミンさんは結構毛だらけ 80%。 結構毛だらけだよヒデミンさん。ね、結構毛だらけタイプです。はい。そして1個から2個あった人はちょっとだけよっていうね。昭和だとね、ドリフターズの加トちゃんがやってたみたいな、ちょっとだけよっていうね、ちょっとだけよ 30% です。そして1個もなかった人は00カロリーですね。紫、カロリーが00カロリーってことです。でこれは別に少ないからといっていいとか悪いとかね、そういうことではないです。ただ紫のタイプが多いか少ないかだけです。そうだな、そうなんだなと。だから自分のことをね、改めてこう自分のことを客観的に見る、うん、そういうとこあるなとか、そういうとこないなとかね、そういうのをこう感じてくれればいいです。ちょっと自分と向き合う時間になってくれたらいいかなと思ってます。はい、じゃああ、そうか。じゃあね、紫色カロリーってこんな感じの人ってね、話したいと思います。紫色ね、プラスで言うとプラスで言うとね、こう紫色っていうのはね、宇宙の色なので、やっぱりこう宇宙ってすごく独特ですよね。だから、なんていうかな、特別とか宇宙って未知の世界だから、こう神秘的な感じがしますから、神秘的とかスピリチュアルとかね、うん、魅力的とか、うん、あと人なんかこうなんていうかな、あとは宇宙に行くとこう現実逃避できるので、癒しとかね、そんな意味があったりしますから、なんかこうミステリアスな人でなんか惹かれてしまう、なんかはっきりこういう人ってわからないんだけど、なんか気になる人っているじゃないですか。うん、であんまりいない貴重な人だからこそ、ちょっと変わってる人ってなんか惹かれません？うん、あ、ちょうど今日マキちゃんもそんな色ですね。なんかね、びっくりした。そう、ピンクがあったね、マゼンタみたいなね。そう。そんなパープルです。だからすごく個性的で人と違うところをなんかこう楽しんでいるっていうのがあれですね。だからみんなと同じって言われると嫌なんですよ。パープルタイプの人ってちょっと変わってるねとか、ちょっと変人とか言われると実は嬉しいんですよ。うん、なんかみんなと一緒にとか言われると嫌なんですよ。あの人と同じとかね、すごいそれ嫌なんです。うん、だからちょっと違うとか特別とかって言われるとすごく嬉しいですね。コメント入ってるんですか？ありがとうございます。ホイルウジイエさん、こんにちは。あ、そうだ、ありがとうございます。アスカちゃんね、ありがとうございます。前々回ね、ちょっとアスカちゃんがラップ踏んだので、私もね、時短で踏んだんですなんちってちょっとラップ踏んでね、なんだっけ、ラップじゃなくてアルミホイルだからね、だからホイルウジイエっていうね、ラップ名でやるかって言ったんです。だからいや、ホイルウジイエ、いや、アスカちゃんさすが記憶力がいいね。アスカちゃんもね、なんかちょっとパープルタイプのイメージが強いんだけどね、アスカちゃんもなんか5個ぐらいあったんじゃないかなと思うんですけどね。うん、そんな感じです。でね、あとはね、ちょうどね、あ、そうだ、今プラスの方から言っちゃったけど、ちょっとネガティブというかマイナス的なことで言うと、やっぱりちょっと孤独を感じたりとか、寂しかったりとか、人と違うことをなんか引け目に感じてたりとか、あとはちょっと現実逃避しすぎちゃう。だからちょっとなんか現実的な話が苦手とか、だからお金の話とか地についた話が苦手とかね、なんかいつもこうイベ物語を喋ってるとか、ちょっとスピリチュアルなことをねばかりこう喋ってるね、現実的なちょっと話が苦手とかね、うん、そういうのがあったりとかかな。あとなんか迷ってたりとかね、うん、あとなんかこうあまりにも不思議ちゃんすぎて、周りの人がどうその人に対応していいかわからない人になってるかもしれないとかね、ちょっとそういう人がちょっと不思議ちゃんになってたりとか、うん、あと空気読めないね、ちょっと雰囲気になってたりとか、なんかそんなね、いい効果が出ればいいんだけど、そういったちょっとマイナス的な人の時はそんな感じになってたりするかもしれません。あとはちょっと、プライドが高すぎ、こだわりが強すぎて、なんかちょっと威圧的になっちゃってたりとかね、そんなこともあるかもしれません。そうっていうことで、そんな、そうですね。あとパープルのチャクラで言うと、眉間眉間というか頭から目から上がねこの体でいうチャクラの部分になるので、もしかしたらこのカロリーが高かった人はもしかしたらちょっと目から上頭とかねなんか最近そうねすごく頭がすごい空想がすごくできるとか妄想がしやすいとか夢を語りやすいとか、うん、あとは、現実離れしすぎて、ちょっと今ふわふわしすぎて困ってるとかね、まあ、どっちかそんな症状が出てるかもしれません。まあ、そんな感じですね。あと肉体的に言うとちょっと最近片頭痛するとかなんか目がかゆいとか痛いとかねそんなこともあるかもしれません。そしたらちょっとパープルのカロリーがね、高いのかな高すぎるのかなっていう風にしてね自分のことを見つめていただけたらいいかなと思います。ということではいひでみんさんありがとうございます。ひでみんさんのメッセージね結構毛だらけ地に足ついてないとかひでみんさん3、4個だもんね。4個か結構ありますね。ありがとうございます。まさにそうでした。そして空気読めない。ひでみんさん空気読めないんですよね。大丈夫ですよ。安心してください。履いてます。だいぶ古いですけどね。私も結構空気読めないですけどもね。はい、大丈夫ですよ。でもねこういう人ってね人の気づかないところに気づいたりするっていうそういう特殊能力を持ってるのでだからいいところを伸ばしていけばいいんですよ。苦手なところはみんなね誰でもね人間なんだから相田みつをだってさだって人間なんだもんっていいとことさそうじゃないとこ両方持ち合わせてるのはみんなそうなのでいいところをクローズアップして苦手なところを目立たなくすればねいいんです。いいんですっていうことでねはい以上でございました。今日の紫カロリーねこんな人でした。はいということで、ね、タイム確認しながらやってますけれどもじゃあ次はですねちょっとねチャラララ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 自称女優のりこの取扱説明ということで本日のテーマ。本日のテーマね、ちょっと妄想です。妄想。妄想ですね。はい。そう、今日ね、ちょっと妄想っていうテーマだったんですけど。なんか今日、さっき、始まる前面白かった、ちょっと話をしてたんだけど。面白かったって言うと、ハードル上がっちゃうんだけどね。私、今ね、カラーセラピスト界の松坂慶子って言ってるんですけど。ちょっと始まる前に、青木スーパープロデューサーがね、松坂屋慶子っていうのか、松坂屋。稽古っていうのかみたいなちょっと話をちょっとしてた延長線にですねまあその話をしてた時にまあ私はねなんでカラーセラピスト界の松坂慶子ことって言ってるかっていうと私のイメージはこれねいいですかこれ多分ね言うの初めてだと思います。講座でも言ってません。私のカラーセラピスト講座でも言ってません。多分これ今お初です。すごいですよ。なんとこの理由はですね私このなんでこの松坂慶子ですって言ってるかというと私のイメージは西川のりおが須川雅彦ですって言うじゃないですかあのイメージなんですよ実は昭和の人は分かるよちょっと平成の人は分かんないかもしれない、うん、須川雅彦ですっていうあのイメージで私は松坂慶子ですって言ってるんですよなのでねそのまま松坂慶子って言ってるんですけどねでもまあ皆さんは松坂慶子って呼んでもいいし松坂や稽古って呼んでもいいしね、もうご自由に呼んでいただければいいと思います。まあその話をしてた時にですね、青木プロデューサーがですね、なんか学生時代にいいですかこの話して、さっきの話、上靴の話、その話してたらね、スーパープロデューサーが学生時代になんか上履きをね、なんか上履きっていうのも言わないよ今ね。スリッパっていうんですか？スリッパがね。学校で学生時代スリッパだったんですって上履きっていうの昭和だけどね、うん、でその誰なんか勝手にね持っていかれてね分かんなくなっちゃうから名前を書いとくとでただ名前書いてもすぐ持っていかれちゃうから青木プロデューサーなんて書いたかっていうね、うん、じゃあその答えはここまで違うかまた来週までだって大喜利みたくなってるねそんなまあ今言っちゃいますけどなんだっけ野口五郎って書いてある書いてこれ誰ってなったってこれ誰だってはいって言ったっていうからおかしくて確かにねそうですね確かにちょっと野口五郎とかね今これ昭和のだと分かんないけどね野口英世じゃないからね電気発明した人だけ野口五郎じゃないから、あ、野口五郎、野口秀夫じゃないから、もうどっちか分かる。何、高熱病？高熱病か。誰か電気でエジソンか。私も分かんなくなって、なんていうこと、残りご飯だって、残りご飯だって、残り5分、残りもうやばいね、今日のりこの全部、今日言えないな、まあいいや。でね、そんなんでね、妄想の話全然いかないんだけど、もう一個私ね、話したいことあったのよ、それで。名前を書くっていうので、あ、またコメントありがとうございます。あすかちゃんありがとうございます。なるほど、私も自分のこと、菅野美穂っていうことあります。理想の敵なんでしょうか、自分の。あ、いい妄想ですね。うん、菅野美穂、いいと思います。ぜひ言ってください。私もね、みんなでこう、焼津テレビはもうみんな、自分の妄想女優グループみたいなね、妄想女優劇団みたいなの作ったりですね、はい。というので、そう、私ね、そう、静岡にね。引っ越してきて今年でもう4年目ですけどね、来たばかりの時ね、なんかこう、まあビニール傘、雨降るとこうビニール傘を差してね、買い物行ったり病院行ってたりしてたんですよ。そしたらね、代わりになったら傘がないんですよ。井上陽水の曲みたいだけどね傘がないっていうねわかんない、また今日昭和の人しかわかんないね、傘がないと思ってね、井上陽水の歌を歌いそうなの、っていうのが本当に傘ないので盗まれて。いやーと思って、なんでこんな盗まれるんだろうと思って、主人にね「いや静岡って何、みんな傘リサイクルなわけ?」って、なんかそういう県なの静岡って、あ、なんか俺のものは私のものみたいな感じみたいなという話をしてたら、主人がね「あ、そうそう、今日ね」って、仕事中車ね、営業で乗ってた時にラジオで言ってたって、私も傘盗まれるっていう人のがあって、じゃこうしたらいいよっていうのを言ってたよって「え、何何?」って聞いたの。そしたらその傘にある文字を書いとくと。どんな文字を書いとけばいいかっていうと、傘に「呪い」って書いてるそしたら「持ってかないよ」とか「あ、そうだね」って言ってね、そうそう「呪い」って書いてね。うちもね、冷蔵庫にビールを飲まれないように「グク」って書いてドクでもな、皆さんね、いろんな工夫してますよね。ね、そうマキさんはね「ドク」って書いておくそうです。大丈夫ですか、誰かスマホオンになってません、音ね、音消しといてくださいね青木スーパープロデューサーですピコンピコ言ってますね、はい、ということでね、残り3分ですけどね、じゃあ、ちょっと今日のテーマちょっとですけどね、これ言う必要あるから、もうだいぶ今ので盛り上がっちゃったんですけどね、妄想また次回にしようかな、妄想、ちょっと気になる、じゃあ、続き細かいことまた次でもいいんですけど、私ね、そう妄想をね、セラピストになる前から、学生時代からよく妄想してたんですよ。でね、妄想するとなんかいいことあるかっていうとね、割とねそういう風になったりするの、本当に。でそれは妄想することで、自分のなんかその違う世界で妄想して、なんとか自分子供なりにそのストレスを解消してたんでしょうね。でセラピストになって、いろんな潜在意識の話とかね、そういう引き寄せの勉強とか本とかセミナーとか行ってると。やっぱりそうやってイメージすることで潜在意識が騙されて、そういうふうに自分が無意識に行動を起こしたりとかするらしいんですね。そこでやっぱり周りにも影響して状況が変わっていくっていうことなんですけど、本当にね、まあそういういろんなね、この話すると長くなるんですけどね、そうだから割とね、ちょっと自分で言うのもあれだけど、ちょっと昔の男がこれ見てたらちょっとまずいけどねね、その辺歩くとすぐドンってぶつかる、すぐ昔のとこなんだけどね「へいこまちゃんは」みたいなね、そんなね、もう残り2分ですけどね余計な話しか時間なくなんだけどね、またコメント入ってるんですね、ありがとうございます。ひでみんさん「呪いやろう」、そうぜひね傘に呪い書いて本当書いてね、それぜひね報告してくださいね、ぜひねよろしくお願いします。毒でもいいですよ、毒でもね。そういうことで、話戻しますけどね、だからね、イケメンと付き合いたいなとか思ってね、こういう人と出会いたいなと思って、本当にそういうのをねイメージするんですよ。そうするとね、本当にそういう風になったりとか、そういう状況に近いことが起きたりするんですね。なので本当に知らずにそういうことをやっていたらそうなるという理論も分かったので、そういう夢を叶えたい時とかね、よく妄想します。布団の中で、ところが最近ね、布団に入るともう3秒で寝落ちするっていうね本当にすぐ寝ちゃうので、最近ちょっと妄想時間がないということで、別に妄想する時間をね設けたいなと思ってます。またこの詳しい話はね、また別の機会に話したいなと思います。ということで、あ、そう、じゃあね、ちょっとここでね、ちょっと告知をちょっとさせてもらいますけども、なんとね今週もう来週です。8月25日の日曜日、マコマルシェっていうねイベントになります。これね第1回目です。そう工務店さんが主催なんですけども、まあ、家族で楽しめるちょっとイベントやりね、小さな工務店さんでまずねマコマって名前してもらいたいと、うん、まあ困っちゃうって覚えてください。リンダかってリンダかっていうね。これも昭和じゃないと分かんないけどね、まあ、マコマルシェということでね、ぜひマコマルシェ来てください。で場所が藤枝ビビです。だからねこう暑いじゃないですか今日ね、もうね今日も猛暑日だね、今日もボンジョビだねっていうね、はい、最初に戻るからね今日もボンジョビ、うん、なのでビビ藤枝1階にボンジョビ分かる？分かる？分かんない人はフェイスYouTube で検索してね。ビビ藤枝1階ね、ビビキャンここからスペースでイベントやります。8月25日の日曜日10時30分から16時までやりますのでね、入場無料です。でね家族で楽しめるので割とね数百円から1000円ぐらいで楽しめる、ね、なんかフードがあったりね、天然酵母のパンとか自家焙煎コーヒーとかね、冷たいスイーツとかね、かき氷とか、あと野菜が静岡の食材を使ったラップサンドとかね、アイスパイね、ここでパーソナリティやってるデブ屋さんとかね、似顔絵の丸さんとかも出店してくださいますのでね、あとままごとキッチンはねこう無料で遊べるのでね、もう夏休みも終わりでね「お母さんどっか連れてってよパパ!」とか言われてるったらね、ぜひここのぜひここのマコマルシェ、このままごとキッチン、ままごとキッチンで無料です。うん、私みたくね子供に戻って遊びたいっていう人も大人でもいいそうなので、ぜひ、うん、ぜひねちょっと遊びに、ままごとキッチンは無料なのでぜひ遊びに来てください。であとね他のワークショップとかね、キットバス使ったりとかハンドマッサージとかね、アロマクラフトとかも作れます。かわいいぬいぐるみのねアクセサリーとかね、こういうねこれもこういう猫ぐるみってちょっとボロボロになってますけどね、こういうものとかもね販売してたりしますので、いろいろ来てください。ぜひぜひお待ちしてます。私は受付でねうろちょろしてますから、ぜひぜひ遊びに、あそうそう、それでね「八重洲テレビ見たよ」って言ってください。「八重洲テレビ見たよ」って言ったらね、なんかいいこと起こりますので、はい、そのあやそうですね、まあ今急に思いつきました。もしマコマルシェで「八重洲テレビ見たよ」って言ったらモノマネ1個やります。モノマネ1個プレゼントしますからね、ぜひマコマルシェで来て「八重洲テレビ見たよ」って言ってください。したらモノマネ1個やりますから、はい、ということで、ね、いよいよ松森という時間来ました。何コメント、松下さんありがとうございます。師匠ありがとうございます、はい、師匠元気そうでおかげさまでありがとうございます。松下さんもお元気そうでね、はい、ということでアウトドアがなんかおかしかったかな私の顔は。青木さんを受けてるから、もうやっぱもう2分しかない、はい、ということで、ね、今日の次の番組は、無理じゃないや、次の番組は「リムリム TV」あ違うリムリムヘルス TV です。チャンネルはこのままで、はい、ということで氏家典子の親父ギャグでブレイクタイムでした。ありがとうございました。なまってるよなまってるよ。やばいやばい、ごめんなさいね時間をした。